私あんまり面接で好きじゃないのは、うまく暗記できた大会じゃないじゃないですか。そうなんだよね。この履歴書に書いてあることを上手に読む子は私はもう入ってこないんですよね。初めてやった試みが5分間あげるんで、僕たちは何も聞かないんで、あの何かやってくださいって言える側は地獄っすよ。続いてはですね、ビュートピアさんからのニュースになります。はい、2023年4月18日国内最大級の美容業界合同サロン説明会リクエスト QJ 就職フェア2023が、東京渋谷のベルスタール渋谷ガーデンで開かれました。会場には美容サロン128社の出店があり、多くの美容学生がにぎわっていたということです。特にサロン側では好条件をアピールしたり、早期デビューを掲げたり、イメージやメッセージで勝負したり、各々特色を打ち出していましたというレポート記事となっております。はい、新卒採用のね、皆さんのアピールっていうのはね、それぞれあると思いますし、もう本当にちょうど今なんかね、新卒採用の試験が行われている時期なのかなと思うんですが、もう各サロンね、もうかなり新卒採用かなり頑張ってるんじゃないかなと思うんですけど、これ僕がちょっとねカチンときたのは、好条件をアピールしたり、これいらないですね特に。これはそんなへりくだる必要あるのかっていうね。まあもちろんね、この少子高齢化の中でどんどんね、やっぱりこういなくなってくる新卒、これいかにねいい人を獲得するか、これすごいね難しいですよね。うちはね全然好条件アピールしない硬派なサロンなんで、この記事にちょっとイラッとしたんですけども。はい、どうですか皆さんのところとか、結構やっぱ学生さんね来ると思うんですけども、どうですか、やっぱ昔よりこうなんかちょっとこう、まあ結構売り手市場だと思うんでね、そうですね、学生さんもこうなんて言うんだろう、ちょっとなんかもう勘違いしないかみたいな人とか、どうですかぶっちゃけアルバムとかどうですか。そうですね、まあでもあの何ていうんですかね、求めてるものが、もちろんこの会社に入ったらどうなれるんですかっていうのを聞いてくる子もいるんですけど、やっぱり福利厚生をすごく見てる子ってすごく多いなって思いますね。いやアルバムはもうめちゃめちゃいいしね、すごく。そうですね、めちゃくちゃもう超ホワイトだと、いつも見させてもらってますよ、あの条件のもうあの最低賃金に合わせてお給料上げてって感じはあると思うんですけど、ね、まああとお休みが何回あってとか、まあやっぱり意外と私美容学生の時そこやっぱ見てなくて、そのサロンのブランドであったりとか、なんかこういうかっこいい人がいるってところだけで入ってた部分があるので、あ今の子たちって、まあ、逆に言うとすごいちゃんとしてるなって思うので、そこをすごくしっかりこういう特にあの何ですかフェアとかだとやっぱ聞きますし、サロンもやっぱそこをアピールするんだろうなと思うんですけど、でもやっぱり何ですかね、どうなんです、言葉選んでますね。なんかあの結局そこで入ってきた子ってちょっとこうやめがちっていうか、まあ分かんないです、偏見かもしれないですけど、まあ、そこではなくてやっぱりデザインを打ち出したいとか、こういうふうに頑張っていきたいっていう子たちの方が残るのかなって思うと、受け身ですよ ね、 そうですね、その感覚が。早期デビューって、いやお前次第だからあるよ、ね、まあまあそうですね、めっちゃ言っちゃう、いつデビューさせられます僕をみたいな感覚で聞かれても、うん、いやいや君次第だよみたいなところ、確かにそういうあるわけじゃないですか。確かに、なんかあそこのサロンは1年でデビューさせてくれるって言ってますけど、みたいな感じで多分おそらくね、いらっしゃられる美容学生さんもいらっしゃるのかなと思うんですけども、はいはい、どうですか。でもロンドなんかだと逆の観点で言うと SDGs になんか共感して来てくれたりとか、ね、今ねいろんな企業さんね、そういうとこ掲げてると思うんですけど、はい、そういうのやっぱ来たりとか、あの来てく、あの、まあ、でも書くじゃないですか。あ、まあね、やっぱその会社がなんかこういうところをなんか強くしているところはやっぱり言ったら、まあくすぐるだろうなみたいなのも多分今の新卒の子たちもあるんで、自己 PR ありますかでそういうことを話したり、あの履歴書になんかそういうサステナブルな取り組みについて私もすごく共感してますかっていうのを書く子もすごい増えてて嬉しいんですけど、まあ本当かよとかもちょっと思いますまあまあまあ本当かみたいな、まあありがたいんですけど多少思いながら、あの冷静に僕は結構新卒に対しては見ていて、まあ、あの個人としてはですけどね。ただまあ会社としてはあのやはりまあ、早期デビューっぽいことを歌っ
ってる入り口もありますし、まあ、アシスタントとしての福利厚生は多分並だと思うんですけど、スタイリストになった時はやっぱりうちは比較的正社員の中で高部合を歌ってますから、まあ、条件としてはそれをフックにこう出してる部分はありますけど、でも正直なところは、まあ、やる気あってガッツあって、まさに早期デビューできるかどうかはお前次第だよ、そういう人をやっぱり結局は求めますよね。毎回インスタに上がってる広告をブロックしますよ僕そういう美容師の広告はい。でもこれがねやっぱり、ね、当たり前になってる昨今ですから、どうですか篠野さんとかそういう広告打ってるんじゃないですか、まさか広告ブロックしてない打ったエリアによってまだリーチしてないところはありますけど、あのただまあ独立したての時ってやっぱり売りがないんですね、うんうん、まあそうですね、なので最初正直最初は高、まあね、所得をやりましたけど、うん、今は全くやってなくって、うんうん、あの今はガイダンスも出たことないんですね。あ、そうですか。そう、うん、でこれこだわりでやってるんですけど、うんうんうん、でスタッフの SNS の、その頑張りとか、うん、みんなの発信でその口コミでみんな受けに来るっていう流れが今確立できてきたんですね。それやからこそやっぱうちのファンが入ってきてくれるようになったんで、だから離職がやっぱないのかなっていう、やっぱもう最初は頼っちゃいました。好条件とかね、この早期デビューっていうことをやっぱ前に掲げちゃうと、もう本当それよりもっといいところに流れちゃうっていうね。やっぱうちだからっていうものを作っていかないとなっていうところですね。あとやっぱよくあるのはこう人間関係がいいっていうのもね、かなり大事にしますっていうのよく言うじゃないですか。こういうのとかどうですか、割とこうみんなお三方の新卒面談は立ち会うんですか。立ち会いますね、はい、立ち会います、全部です。ああそうですか、うん、どんな感じで面接するんですか。結構あ、まずカジュアルに、あカジュアル、その前に、まあ、LINE で応募が来るんですけど、うん、そこであのあまず LINE なんだ、応募 LINE です。で SNS チェックを絶対するんですよ、うん、だから非公開やとちょっと落としたりとか、うん、で見てちょっと投稿のそのなんていうんですか、習慣がなさそうやったら落としたりとか、うん、あやっぱそういうのがあるんだ。でそこでもうやる気っていうの見えるじゃないですか、うん、あとセンスだったりとか、うん、まずそこがふるいで、うん、で直接自分が全部面談して、うん、でまああとはそのやっぱ価値観を大事にしてるので、自分のそのなんかやったセミナーとかのを見てもらって感想をもらうっていう、でその過程で自分の考えも伝えることができるし、うん、でマッチしたら来てっていう形を取ってます。でも LINE ぐらい結構カジュアルにサクッとその応募フォーマットみたいなのをやっぱ送れるようにするっていうのは結構、はいはい、そうですね、今やっぱメールとかなんか送るとかっていうのが、まあ、履歴書とかも送らなくていいってことですか。じゃあそうですそうです、やっぱもうそうなんだ、ね、もう SNS を見るっていう、そこで分からない子はもう違うっていう、で僕たちやっぱ SNS はなんだかんだ見るんだ。やっぱ習慣がない子を入社してから教えるって難しいですよ。まあそうですよね、まあ、実際あるのはあるんですけど、もちろんゼロじゃないんですけど、ただやっぱりもともと得意でセンスも良くてっていう子、だから最近は本当に美容学生受けに来る子も1000人2000人ぐらいフォロワーいる子が受けに来てくれるんで、やっぱそういう子らってデビューした後もお客さんつくの早いですし、で実際そのうちのデータですけど、やっぱ発信力はそのまめにやる子ってレッスンもめっちゃ頑張ってるんですよ、やっぱ見てほしいしっていうのもあって、だからなんか一個基準としては僕は間違ってないのかなと思ってるんです。結構そのインフルエンサー優遇みたいなのは実質あるっていうか、まあまあありますね、まあそのマイクロインフルエンサーとか、はい、数千人ぐらいっていうのはそら見ますね。やっぱりでもアルバムなんてもうそういうのに憧れてくる人とか、キラキラした感じで来るけど、やっぱ夏美ちゃんみたいなこうねスパルタがいてやっぱりこう鼻折られるみたいな場面いっぱいあると思うんですけど、なんかこう私がこう面接していく中で本当におっしゃる通りいるんですよね。やっぱ数千人ある子ってなんかこう何人か、まあ、その自分のブランディングができている状態で入ってくる子たちってたくさんいるので、うんうんうん、まあ、こういう子ってスタイリストになったらこういう風になるんだろうなってこっちがこう想像しやすい子もいれば、うん、自分の打ち出しがスタイルじゃなくて自分の子もいるじゃないですか、うんうんうん、でもやっぱり美容学生って自分しかとりあえず上げるこうツールがないからそこに自分上げるの分かるんですけど、やっぱりそこがインフルエンサーに逆に振り切っちゃうで辞めていくみたいな子もいるので、あなるほどね、なるほど、確かに私は案件で生きていけるって言ってなっちゃった子もいたりとか、確かにもいるので、だからそのそっかそっか自分を打ち出して伸びた子と、まあ、美容を打ち出して伸びた子とっていうのはやっぱり分かれるんですよね。そうだよね。ただ売れるのって、まあ、その人
を好きになってくる場合もあれば、うんうん、その人のデザインを見てくる場合もあるので、ね、うん、そこでやっぱそこ勘違いしちゃうっていうかね。そうですね、うん、でも見極められないんですよね、うん、最初だから、まあ、みんな頑張ってるし、うん、みんなのこと本当は取ってあげたいんですけど、うん、なんかやっぱり難しいなと思いますね、そこの見極め、うん、し、なんか本当に今時だなって思いますね、発信の仕方とか。アルバムはどういう応募方法で、どういうステップ踏んで合格までになるんですか？最初ウェブ審査っていうのがあって、ウェブで、自分のオンラインってこと？あ、そうです、オンライン、まずはあの応募フォームのところに写真、自分のコーデ、あのフルコーデの写真を何枚か、顔が分かる写真と一緒に志望動機を送っていただいて、うん、そこをあと私たちはそこでは入らなくて、会社の上の人たちがこう全部見て、うんうんうん、まあ、なるほど、現場逆に見ないんだ。そうです、そこを最初にあの会社の上の人たちで見ていただいて、うんうんうん、ファッション感であったりとか、うんうん、応募理由とか今までの履歴を見て、うん、でそこから一次面接があって、あのオンラインでした、うん、後に最終面接で私たちが面接するんですけど、うんうん、最近あの最終面接に今までは役職者というか、まあ、うんうん、代表副代表ディレクターと社長とかいたんですけど、そこに店長副店長も含めるようになって、うんうん、まあ、一緒に働くスタッフからの目というか、うん、そういうなんか上に立つ子たちが見るセンスっていうものもちょっと取り入れながらやっていってるので、ちょっとあの面白くなりますよ、なんか私たちが見てる美容学生の見方と、うん、店長副店長の子たちが見る見方ってまた視点が違うので、うんうん、オンラインだけで完結ですか？オンラインで、その最後は最終面接は一緒です、あの同じ10人のグループ面接を何回かに分けてやっていくので、はいはい、あ、それは対面で？あ、そうです、対面で、なのでもういろんな各地からみんな飛んできてもらってって感じですね、グループ面接でやってます。あ、もう面談だけでフィックス？そうです。あ、そうなんだ。だからなんか私はあの、はい、いつか技術を入れたくて、自分が面接昔違うサロンでした時もやっぱ技術があって、技術ってすごい出ると思って、例えばじゃあワインド真ん中の部分だけ巻くってなったら、仕事の綺麗さだったりとか片付けの速さとか挨拶とか、それの所作ってすごく出ると思うんですよね。だからいかに、なんかこう、私あんまり面接で好きじゃないのは、うまく暗記できた大会じゃないじゃないですか、ああいうのって。だからもう現場に立った時の感じって意外と分かんないくないですか？そこの読みが分かんないので、この履歴書に書いてあることを上手に読む子は私はもう入ってこないんですよね。そうだよね。書いてあることを読んでるのはなんか違うなと思っちゃうんで、だから御社のとかって言われてもね、あ、そうです、私は、あ、すいません、もう一回最初から言います、うん、私はみたいな感じよりはやっぱりそこに立ったら自分の言葉でぶつかってきてくれる子にやっぱり魅力を持つので、まあ、そこプラスなんか技術があるといいなと思うんですけど、技術ってやってます？技術系の面接。やってない。うちはサロンワーク試験があります。ああ、そうなんですね。サロンワーク試験、最終試験にサロンワーク、まあ、数時間だけ立ってもらって、はいはいはい、もちろん美容の業はやらないですけど、うん、まあ、床履いてもらったりとか、長屋さん貸してもらったりとかっていうのはあります。もし私が行くってなったらめちゃくちゃなんかこう、そうそう、どうですね、でもやっぱ現場に立つと本人たちもはい、はい、なんかより、あ、ここに立ちたいみたいな気持ちとか、立った時の感覚が分かるから、でなんかこう面接では出ないやっぱボロも出るわけですよね、うん、やっぱ数時間一緒にいると。だうちはまだねそんなにこんな大企業じゃないからあれですけど、やっぱある程度ね人数取らなきゃいけないとなると、うん、まあ、それやってる時間とかはもう大変ですもんね、うん、すごい。でもいいですね、一緒に。ロンドさんとかなんか面接とかなんかそういう合否に関してなんかやってることあるんですか？そう、ちょっと変わってるのは、うん、面接を、まあ、集団面接で、うん、まあ、いて、面接官のグループを何グループか作るんですよ。ほうほうほう。で例えば、この面接官とこの面接官2グループ作って、で1つのこの面接者の人に我々が面接した後に次の面接官が同じ子を面接するんですよ。で、我々が A だとして次の面接官のが B だとするじゃないですか。で合否をじゃあまず一旦、さっきの内大さん合格と思う人みたいなあげると、あの我々はなんかみんな手挙げてるのに B の面接官たちはみんな手挙げないみたいなこと起こるんですよね、同じ子なんですよ。そこで、え、何がダメだったみたいな、その面接官同士でディスカッションして、なんかこんな質問したんだけどこうだったんだよね、え、でもこっちのグループでもその質問同じことしたけどなんか良かったよねみたいなので、そのまさにあのちょっと化けの皮を剥いでいくっていうか、同じ面接を同じ日にやって違う人が面接して、その子の整合性みたいのをなんかこう面接官をすり合わせて何ステージかでこう見るわけですね。そうです、そうです、そういうとこあるっぽい、あ、確かにみたいので、ちょっとこう
そうですね、その子の整合性を探っていくっていうような面接形態がちょっと変わってるかなと。初めて聞きました、そんな面白いですね。ちょっと面白い。1回のグループでどのぐらいの時間取るんですか？20分から30分ぐらいですかね。でローテーションしてくる。そうです、そうです、そうです。なんか質問して答えてもらうみたいな。そうです、そうです。うーん、はい。で別に質問の内容とかはすり合わせてはいないんですけど、まあ、でも大体 20、30 分面接してる中の、まあ、半分ちょっとぐらいは大体同じような質問の内容だったりするので、なんかそれが結構意外なんかいいかもしれない、全然うちにとっては。はい、うちちょうど先週ね、集団面接したばっかなんですけど、うん、初めてやった試みが5分間あげるんで、僕たちは何も聞かないんで何かやってくださいって受ける側地獄っすよ、急に5分間前振り全くなく、でも逆に言うと何やってもいい、その重圧に耐えられず1分ぐらい終わっちゃう人もいるし、はい、あ、なるほど。逆に何かを聞いてくる人もいるし、まあなんか踊ったりする人もいるし、5分はでも長いですね。そう、長いじゃないですか。その使い方とか、はい、やっぱその急な前振りの対応力みたいなのを見て、まあ相当結構ね、大変な面接でした。すごいですね。そう、面白かった。なんかこっちからこうね、割とこう聞いて答えてもらってみたいな、今までやってたんですけど、じゃあお願いしますみたいな感じで。すごいですね。内田さんがそこに求めてたことって何かあるんですか？いや、逆にそこはフラットで、別に何かしてほしい、これが正解とかもなくて、何してくれるんだろうなとか、あとこの5分間の重圧に耐えられる子耐えられない子がまずいるなっていう、そういうなんかいろんなこうサンプリングができたんで、それ面白かったですけど、ね、それで性格とか、うん、この度胸があるなとか、そう、なんか隣の子巻き込んだりすることとかみたいなとか、そうそう、面白いですね、性格出ますね。追い込まれますもんね、究極追い込まれますもんね。そうそうそう、面白いですね。面白かった。だからいろんなね、サロン の, その面接内容とかもね、ちょっと聞いてみたかった。面白いですね、今のだけでも面白いです、うんうんうん。